はい、えー、今回も、えー、毎日囲碁チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。イ,ゴインストラクターの金子健ですはい、えー、今回も囲碁、えー、講座を、えー、やっていきたいと思います。はい、えー、前回は小ゲーマ字まりだったんでね、えー、ついでに大ゲーマじまりも、えー、やっていきましょうか。はいここつけられた局面ですね。はいこれもね、外と内、えー、があると思うんですけどね。はい、まあ、大体8割型、9割型ね。 えー、大ゲーマの時はこちらからでいいともいいと思いますね。こちらをおすすめしたいです。はい。こうなった時に、はい。まあ小ゲーマ始まりとね一緒ですけど、やっぱり黒字が非常にこれ効率がいい字でね。うん、はい。うん。あの黒はすごくね不満ない形です。はい。えー、まあ外から抑えるとよっぽどね。 厚みがいい時ですねやっぱりこんな感じで打たれると、えー、先手でね隅荒,荒らされてしまいますし結構隅は大きいですね。はい白この手ではねこちらに跳ねて打つこともありますそうするとまあ例えばこういうような形になってまあ大体こういっ手入れるっていうのが相場ですね。はいまあ、まだ隅にはいまに手は 若干あるんですけどやっぱり先手でね隅荒らされてしまいますんでえー、まあよっぽど厚みがある時ですねこういう打ち方は。はいでこうなってここでもねあの押すっていうのはあんまりいい手じゃないことが多いですので、えー、ここはねこうハねられてこんな感じでね打た,られ打たれてしまうとこの4とこの5の。 えー、交換がね非常に辛いのでもう字だけでもねすごく20目ぐらい違うのではいここはこうやるかこうやるかっていうねこの2つで覚えておくといいですねはい、うん、まあ大ゲんの時はねだいたい下がりこういう形って考えていればいいかなと思いますはいまあそんなところでしょうかねこの形についてはねはいじゃそれでは、えー、また明日 英語講座やりますんで、ぜひ、えー、チャンネル登録の方も、えー、よろしくお願いいたします。はい、じゃあそれでは、えー、また失礼します。はい、また明日お会いしましょう。